パイナップル来た。坊主ではないよ。まあ、な丸刈りみたいになっちゃったのよ。よろしく。え？今丸刈りにしたの？今じゃねえよ。普通に月曜日ぐらいに散髪行って、目開けたらこうなっとったわ。うん。こんな髪型に頼んでないんだけど。え？いや、さっきパイナップルありがとうな。あ、いいえ。勝ったね。あ、助かったわ。ほんま、すごいな。なんかパイナップル、最近楽しそうやな。いろんな人と会って。楽しそう、そう。すごいやん。見たよ、インスタのストーリー。マル。なんで DJ マルとか、トモハッピーもいたか。あと、桑田さんもいた？うん。桑田さん、すごいやん。結構コラボしてるもん。桑田さん経由で DJ マルも来たの？なんか桑田さんが、レペゼンさんと撮影をしてたのよ。うん、その、私の。え？もともとコンカフェは来るって言ってくれてたのよ、桑田さんは。どうなんや、ついでに来てくれたみたいな。いや、それが、ごめんね、レペゼンさんと撮影で、ごめん、長引いてる。あと、12時で辞めるっていうこと、出勤時間終わるって予定だったんだけど。はいはい。あれ、なんか、あれ、場所わかんないですかねって言ったら、ごめんね、撮影で長引いてて、って言って。うん、何時までいるみたいなこと言われて、あ、全然来るんだったら全然いますよ、まだまだって言って、うんうん、で、そうで7人で行くねって言われて、で7人ってマジスティンさん7人かと思ったら全然、はい、知らない人たちばっかりで、でその中にマル君がいたって感じかな。でマジェスティって人がいるのだけどね。マジェスティって有名な方なの？10万ぐらいいるよ、ホストの。ホストで10万ってすごいからね、そもそも。そうなんや。ホストなんか。マジェスティ。うん。ホストよ。今回、混ぜそう、平熱が上がる人、あ、本当に？後遺症になる人多いんだ。それ気をつけんといけねんね。平熱が上がる人。はい、みんなバラくださいね。もうちょっと。リサちゃん、ありがとうございます。マジェスティっていうホストの方ね。まさにバラモンが。ムズテンチバラムマ、エビバラムメ。ケンジ、野球楽しいよな。治ってちょ。ありがとう、みんなバラさ、行こう。すごいな。ええー、やん。ほんとよかった。レペゼント設定あんのすごいな。待てバラムメ、行くぞ。レペゼンに会った女に勝つぞ。ケンジ、ゴー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 。行くぞ。ムズテンチ、グビ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 、パーン。エミバラムマ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 、マサヤン、キュンキュンキュンです。ここにエミ、センキュー。ユウコ、やめて、かけないで、やめて、かけないで。いいぞ、マサヤン、バラムマ。はいぞ、モピちゃん、ありがとう。行くぞ、全員で団結や。おお、とりあえずだもん、久しぶり。はい、キンカの雨がバラバラ、マッマサヤン、美しいマサヤンよ、限りないマサヤン、エビバラムマ。マサヤン、俺の声聞こえてる。なあなあ、ありがとうな、こないだは可愛かったの。マサヤン、サッカー楽しんでるから、好意しちゃった。マサヤン、わら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 、ユーコバラムマ、ムマムマムよ。いいぞ、マサヤン、ラーメンつけ、僕行きない。おお、プロソーバンプレイヤーならぐ、プロテニスプレイヤーだ。マサヤン、お、野球楽しは初見です、ドスケ。どうぞ、パク、おいしい。マサヤン大好きよ、センキュー、まあ、言わめつけ、僕いけ。お、別にマサヤン求めてないわけじゃない。キャンディトゥルルは美味しい、センキュー、マサヤン、センキュー。うん、まさに、バタフライ今日は今までの選挙、はい、ゲーム楽しいな。やめてあんな子かけないで。なんかパイナップル疲れてない今日。疲れてないよ。大丈夫。うん。うん、見てただけ。あ、見てた。先週20何位やったっけ ?24。それ最高順位やよね。あ、そうそう、最高記録。うん、うん、最高記録はおめでとうございます。MZH、サッカー楽しいな。うん、いや、まあ、ちょっと、とろみちゃんとの戦い見た？見てないか。あ、見てた。俺、その時、もう、普通に寝てたと思うわ。疲れて。それか、イベント終わりで、多分、普通に飲んでたわ。いろんな人と。踊ってない MZ でしょ。めっちゃすごかったらしいな。あ、聞こえてる MZ でしょ。まあ、差がえぐかったんだけど。何対何で？うん。くらい、私も力あったんだけど、うん、うん。切れちゃったのよね。あ、そうなん。せいさん、踊ってない、せいさん知らない。MZ でしょ、やめてかけないで、やめてかけない。歌舞伎力がなんて？って言ったから、ね。トロさんがやばかった。あ、福岡にいるの。とろみが何ポイントで、パイナップルが。ミラーボールナイス。とろみちゃん10か100ぐらい。100万。100万。他にスピチャル合わせてね。
MZ テチやめて、あの、かけないで。おやみ、カレンダーめくってるめくってるめくってるか、やばいやばい。追いつかれてるて。ありがとう。やばいて。残り15秒。ランク外や、俺今。みんな助けてくれ。おー、せいさん、別にせいさん求めてないわけがないじゃないか。行くぞ。来るぞ。くるくるくる。絶対エビバラムが。頑張るぞ。頑張るぞ。頑張るぞ。来るぞ。来るぞ。絶対来るから。助けて、助けて、誰か、誰か、やばい、助けて、助けて。エビバラムが、うわ、ちょっと。ナイス、アイちゃんもありがとう。アイちゃんもナイス。差し込みみんなうまっ。ありがとう。ブラックやと、せーの。やいちゃん。やいちゃん。かっ。待て。そう。待て。揃えちゃったわ。ありがとうございます。皆さん、はい、読ませていただきます。あった、はい、MVP ナイス。ナイス。ありがとう。ナイス。マキーさん、ありがとう。ありがとう。みーちゃんもありがとう。ナイス。モプちゃんもありがとう。スイちゃんもありがとう。バヤヤ、ありがとう。あとタップしてくれた方みんなありがとう。酔いちゃいました。はい、おめでとうございます。はい、感謝します。1位とりあえず生ちゃんかわいいな。この間イベント楽しかったな。また一緒に飲みに行こうな。うん、俺の家も DIY してくれるからリフォームすることあったら頼むな。よろしく。そして、サトシさんがね、サトシさん、フォローしとくね。はい、マサヤもありがとうね。マサヤもフォローしとくね。はい、そして MZH も、エミもユウコも AB もケンティもアナガもみんなまとめて、うん、まだ終わらぬぞ。うん、え、今パイナップルまた入れてんのランキング？いや、めっちゃ今は入れてないの。99位になるためには279,000ポイント必要。あ、今週忙しかったんでしょ。でも、あ、そうだって昨日ね、うん、やらないからさ、イベント、ね、私だ、結局朝の5時半とかまでいた気がするよ。そっかそっか。店に。月曜日もね、その火曜日に向けていろいろ準備してたんでしょ。あ、そう、でも、月曜日も2時間ぐらいやったけど、うん、バトル一斉にやってない、うん。もうずっと2時間語ってたみんなに。はい、なんか YouTube チャンネル登録お願いねっていうのと、あ、なるほどね。皆さん来てねっていうのと、オディション見せ、はいはいはい、こういうのしてます。うん、で水曜日はあれかな、疲れとったやんね絶対。水曜日は、ね、あれ水曜日って昨日、まあ、今日木曜日で、うん、だからその6日ね、丸とかとは朝方5時ぐらいまで喋ってて、うん、でそっからまた東京7日に戻ったのかな、7日の水曜日に。え、何しとったんやろ忘れてるぐらいずっと今日だよね、日付が。あ、今日の話。2月、今日8日の木曜日。木曜日始まって今2時間半ぐらい。水曜日ってだから今日の話だから、今日でもやってる、まあ、やってる。あ、配信やってたやん。うん、休んだの1日だけで。あ、そうなんや。すごいな。月曜日とかやつ、やす、あ、じゃ火曜日しか休んでない。火曜日の深夜しか休んでない。うわ、すごい。俺月か水休んじゃったわ。月曜日は配信をしたんだけど1試合しかしない。うん。で、火曜日はもう丸休んでる。うん。なるほどね。月曜日なんでその1試合しかせえへんかったん？いや、告知年したから。なるほどね。そっか、次の日イベントで誰も来んかったらやばいもんね。うん、え、今回はその大阪と比べたら結構多かった？来た人数は。いや、同じぐらいだね。おー。前はさ、なんかやったとき、東京の方が少なくて大阪多かったとか言ってなかったっけ、前。東京が11。うん、うん、うんうん。で、今回が、17ぐらいで少なくて、あの、2回でやった方がいいよって言われた。うん、2回やった方がいいよって言われた。あの、あ、2日間ね。うん、17は少ないの？東京の17は。バースデーイベントだって、大阪でさ、15、6来てるんだから、バースデーイベントも、はいはい、10択以上呼べないと。そうか、バースデーイベントやったんや。そうか、8月25はそうか、別にバースデーとは関係なかったか。関係ないね。なんか、え、ひも男みたいな人がなんか入れてくれたの。シャンパンひも男やったっけ。あ、そう、ホスト、え、ホストね。20万のやつ入れてくれたの。そうそう、そろばんと一緒、2人目ですねよかった、ね、唯一4つ。え、20万が、うん、4つの2人目ね、そろばんが。お揃いじゃん。あ、でも、そのままは持ち帰ってない。あ、置いてったの？もったいな。あ、置いてったからリナがもらう。え、それはもう持って帰れなくていいんですかとか言わんかったの？言ったら、
俺の家のどこに置くんだよって言われた。どっか探して置けよって思うけどね、それは。そうなんや。もう、丸とかさ、桑田さんとかさ、なんかおろしてくれんかったの、シャンパン。あ、めっちゃおろしてくれたよ。おじさん。全部ちゃんと売り切れた？いや、売り切れてない。私、さすがに用意した量、えぐいから。あ、めっちゃ。大阪の倍ぐらい用意したの。いや、めちゃめちゃ用意してて、めちゃめちゃ余ってる。うん、何俺が買わなきゃいけないのかそれ。はい。じゃ何円余ってるかによるわ。あ、何円分余ってんの？ 1.5 万のやつが死ぬほど余ってる。5万のやつが死ぬほど余ってんの？ 2.5 万。あ、2.5 万のやつ。何本ぐらい？ほんと余ってんのと、うん。めっちゃ、いや、なんか用意しすぎちゃって。2.5 万、何本ぐらい余ってんの？どんぐらい余ってんだろう。で、10個ぐらい。余ってるから10個分も余ってるだから25万か、25万。10万のやつも余ってる。10万のやつも余ってる。プロソーさんお買い上げじゃないね。俺負けてんねん。さっきあらんま今日の服装金稼げてないねんって感じ。使いすぎだね俺。アキさん行けばよかったね。アキさん来てほしかった。あー、はい、そっか、アキさん前ね大阪来られてたもんね。そう、でもちゃんと会えてないからね、言うて。そうやね、そう、誰がアキさんなのかしっかり伝わってないからね。おい、ちょ、みんな、おい、集中しろ。みんな、ほんまにやばいって、2桁はやばいって、え、起きてる？は？ちょっと待って。せーの、やんちゃん。いや、これでよいしょって絶対思ってないで。喋りすぎたな、すみません、はい、どうぞ。読みます。モペちゃん、ありがとう。ファイヤー、ありがとう。と VEGAS ありがとう。あちゃんありがとう。みゆちゃんありがとう。あとタップありがとう。はい、おめでとうございます。感謝します。はい、ちょ感謝するやついねえじゃん。取らんかったらいいねしか。おい、ちょ、みんな話聞きすぎてもう勝負してんの忘れてたやん。ブラスかわいい。うわ、僕の音聞かれるんだ。見てなかったら MZ って言ってたやな。あー、うわー、毎回かわいい。やられた。うん、確かに今日はなんか真っ白やね。あ、今日はね、あれやったのよ、うん、ルックブックやったのよ、パンダ。あ、これを着てる服があるのよ、ルックブックで。ルックブックって何？あ、なんか YouTuber で見たことない、なんか着替えていくやつ、なんかこんな服装でみたいな。知らん。あ、知らんか、うん、あ、まあ、ね、そう、ルックブックっていう人が着てた服ってこと？違う。YouTuber がみんなやってんの、企画でルックブックっていうのやってんの。ゲームありがとう。うん、まあ、要は、はいはい、今日はこんなコーデしまう。なんていうかな。はい、1コーデ目。はい、こんな服装しました。うん、これはこうこうこうで、うん、デニムと合わせてみましたとか。うん、はい、コーデ目。はい、これは、なんかこういう風にやって、スタイルよく見える服装ですとか、そういうコーデをやってるやつを、なんかルックブック、そういう。自分とか。パイナップル、のルックブック、それが。それがね、ちょっと変えて、なんていうのか、普通のルックブックとはちょっと違くて、まあ、まだ言えないんだけど、面白い感じでの、ちょっと。そういうことね。あ、撮影してたってこと今日。あ、そう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 。そういうことね。あ、オッケーオッケー、わかったわ。それ用の服だということで。前回みたいに登場の、うん、仕方しようと思ってたけど、あ、千葉か。そうなんだね。行くぜ、みんな、起きてるか。スピチャリあるかないか。ゆうみゆちゃん、ほらありがとう。肩いた。さあ、3分15秒で、あるかないか。あ、ない、ないんかい。いくぞ、本気出せ、本気。まる、どんなやつやったん？めっちゃ気になるわ。まるか、私、普通に、あ、ほら、私、もともとファンクラブ入ってたから、まるくんの、そう、もともと知ってるのよ。まるくんのファンクラブ入ってたの？あー、レペゼンのファンクラブ、私、銀太くん推しだから、もともと。そうなんや。銀太が登場、ぶち上げきたぞ、調子はどうだ。えいえい。わお、強っ。あ、谷駿、クジャクダイビング来た。急にびっくりした。谷駿、パチンコから卒業できたか。沖縄行くかな。だって沖縄さ、秋田ってなら開催する。え、沖縄もなんか仕事で行くって言ってなかったっけ。いや、行くって言ってたけど、ナイス、行けないと思った。なんていうのかな、なんか2人しか今のとこ行くって言ってないから、なんかその、確かに沖縄ってさ、なかなかやっぱ行けないよね。それってやる意味あるのって感じじゃん。そう、大体10人行くって言ったら、
4、5人しか来ないから、大体。10人。そうなのね。3、カップル、あ、うんうんうん。髪型どうした？いや、キュービーハウス行ったらこうなっちゃう。生アスさん来た。ほんま生アスさん来たの？きっとか、関原、応援して。そうやな、2人しか来ないってなったら、え、それはもう、あれか、もう断るって感じ？やめて、MZ1、やめて、やめて。いや、てか、もうそもそもだってアポも取ってないよ。あ、でも DM はしたか、DM はしたけど、返信ないからな。あ、そうなん？来てねえわ、ブロッコリー。コンカフェの人から。あ、そうなんや。マレーシア、あ、そうなんや。沖縄はもう結局仕事もなくなったってこと？あ、仕事はあるよ。あ、仕事はあって、そのついでになんかイベントみたいなの出れないかなみたいな。交通費も出してくれるし、ホテル代も出してくれるし、あと送迎も全部してくれるらしい。めっちゃええやん。そう、なるほど、ね、せっかくなんでいいとこ泊まってくださいって言って。すごいやん。やってん。髪切りました。ええやん、こうた。よかったな。俺も、あ、俺も髪切った。見たいです。下残り1分、そう、髪切ったよ、俺。あ、綺麗な私が勝つのを 見たいってこと？確かに誰か見させてほしいな。もうえ？なんや？え、2回勝ったよね。ありなんで2回勝ってるけど、なんか綺麗な勝ち方じゃないじゃん。あ、そうそう、2回は確かに、あ、え、え、え、ってなったもんね。そうそうそう。プロソロとパインカップルのチャンネル見たい。どういう、どんなチャンネルやねん。パインカップルってなんやねん。パインカップルって。パじゃ、プロソロとパインのカップルのチャンネルを見たい。なんでやねん。絶対に釣り合ってないから。絶対だが。つやってつやってないじゃなくて、この二人のや、あの、こう、言い合いが楽しいんだと思うよ。この、あ、なるほどね。夫婦喧嘩じゃないけど、この、言い合ってるバチバチしたのか。うん、短いの似合いますね。ありがとうな。観覧車見たいって。俺と二人で行こう。どこに？沖縄？140263755。8桁。さあ、残り10秒や。来る可能性ある。タニスンがせっかくくじたくれたから勝ちたいよ。タニスンがくれたから勝ちたい。見たい2対1で今日は勝ちたい。いったー、ありがとうございます。やばいさん、はい、みさん、ありがとう、くじら。え、こっこのぐい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 、え、いや、100% 負けたと思ったんやけど。MZH、ようやった。あ、でも、カーが飛んでた。え、ありがとうございます、ちょっと。絶対負けたと思った。やばい。ありがとう。危なっ。MZH マジ助かった。ほな、2対1のね、丸より可愛い俺から喋ります。はいはい。はいはい。はい、じゃあ、感謝します。1位、タニシュン、ありがとうな。モデレーター追加したくな。タニシュン、またコラボしような。あ、オッケーな。そして MZH はほんまサンキューな。もう可愛いな、ほんまに。マジ助かった。はい、2人ともみんな、ありがとうな。わあ、負けたと思ったね。ニートの本気見せちゃった。そうやな、本気見たわ。ありがとう、ニート。はい、どうぞ。はい、読みます。はやみんさん、ありがとう。MVP、ありがとう。みゆちゃん、ありがとう。あと、タップ、ありがとう。ね、油断しちゃったに。もう一回やりましょうだって。ね、もう一回やりましょう。なんでやねん。何回やんねん。最初はちょっと不発みたいな、なんかあったもんね。なんかタップで終わったみたいな。眠いね。実際眠くないじゃん、その髪型的に。髪型的に眠くないって初めて聞く日本語喋るな。髪型生き生きしてるけど大丈夫そう？髪型生き生きしてても、うん、なんてやん。パイナップルもそう、忙しすぎない？大丈夫？あ、いや、誕生日週だけは言うて忙しかったの。あ、そっかそっか。こっから先はそこまで予定があんまないのかな、うん、まあ沖縄行くし。沖縄いつ行くの？21から行くよ。9月21。うん。で、そう、だからお店22日の午前中がさ、予定入ってんだ、その、撮影の。撮影のね。22日の午前中から撮影の予定があるから、うん、前乗りで来てくださいって言われたから、21日から行くっていうことは、21日暇やん、うん、私、うん。うん。暇だから、もしイベントやるなら、21日の夜イベントやりたいなって思ってたんだけど、うん。本当に誰かが来るっていう予定がないと、例えばじゃあ、アキさんが行くよって言ってくれてたけど、アキさんが来るんだったら、いや、でもアキさん、それだったら新宿でええのよ。アキさん。ってなるのよ。千葉住んでるって出たっけ？いや、アキさん歌舞伎民なんで。あ、そうなんや。歌舞伎出るんで。だったら、歌舞伎でもう一回、開催して、もう一回やるがいいのよ。うん、だってどうせ短パンも置いて、てるし、その場所、うん、結構ね、来れなかった人多いのよ。コロナになっちゃって、うん、シャンパン落としたかったね、ごめんなさいっていう人とか意外といて、もう一回ワンチャン、うん、
10月にやりますとかでもいいかもしれない。そうやな、まあ今話聞いてたら21日の次の日の朝撮影あるんやったら、なんか流れでたとえいっぱい来たとしても、うん、なんか絶対朝までサービス精神旺盛やから飲むやん、パイナップル。で、うん、そうなったら、せっかくの撮影を、その、なんやろ、もうなんか、寝ぼすけで行っちゃう可能性もあるしね、頭回ってない可能性もあるから、普通にゆっくりしたらいいんじゃないかって思うけどね、だって店側にとっても、何をゆっくりするんだって、一人で行って、沖縄行って、どこも、うん、私、沖縄初なのよ。チュラウミ水族館行って、サーターアンダギーとか食べとけばええやん。水族館行くのよ、つまんないな。いや、お投げしたぞ。とろみさん、オッケー。はい、ありがとう。はい、これ、誰や、投げた。お、はやみん、すげえな。水族館いただきました。はやみん。はやみん、なんかイケメンな、アイコンしてるな。沖縄、私も行きます。どういうこと？いつ行くの？どういうこと？リスナーでな、仲いい人おるんやったら、その人と沖縄巡ったらいいかな。あ、でも、今回、そのイベントやったとき、いつも、うん、投げてくださる方が結構何人か来てたの。私がだったら知って TikTok の名前で言われたもん。パイナップルなんて。おう、あ、じゃあ何々ですって言って。インスタの名前じゃなくて。ああ、そういうことね、そういうことね。うん、そうそうそう。それ私、やっぱ投げてる方が覚えられると思う。覚えるね、私は、うん。レイ様、はい。うん。なるほど、なるほど。へえ。やっぱ TikTok やっててよかったね。いろんな人が来てくれるってことで。TikTok のライブをやっててよかったかな。うんうん、ライブやってなかったら。ほんまやな。うん。多分来なかったと思う。あ、レイ様っていうホストが好きだし、パイナップルレイ様が好きなの。あ、YouTube、あ、見てないでしょ、プロソロは。見てないでしょ、そんな質問するってことは。見てないな、お前。登録はしたから。登録はした。登録して、ちゃんと見て、高評価を押さんと意味ないのよ。高評価すいません。今度押しときます。すいません。先生、紙で、今までにします。終わったら。ね、眠気があっても見るんよ。すいません。すいません。はい、残り1分や。うん。プリンス・コーヤとさ、パイナップルってさ、YouTube、その、同じところが制作してんの？なんかタイミング一緒だね、作れたタイミング。違うんや。プリンス・コーヤさん、あ、でも、どうなんだろう？一緒なんかな？ね、プリンス・コーヤさん、ホスロジっていうのに出てるから、うん。一緒なんかな？違うと思うけどな。でも、細路さんと関係あるからね。私、細路さんのチームとだから一緒だから。うん、そうだね。レイ様、本当に好きか聞いてみてって。何？レイ様のこと、本当に好きな。パイナップルだから、そういうレイ様のファンが、ね、私の配信めちゃめちゃ来るのよ。レイ様の姫がね。そうやって、うん、だから、もう、毎回ね、大変なわけよ。いちいち、そのコラボした人、本当に好きなの、ああなのって。私の状況的にはね、うん、説明をしにくい状況なんですよね。うん、あ、みんな、やってるのは分かってるか？分かってるか？起きろー！いや、ボロ負けやん。よっしゃー！エビファン、お前。やったー！ずるいわ。やいちゃー！ずるいわ、油断させて、ほんまずるいわ。油断がち、やったぜ！負けんなよ、はい。読ませていただきます。はい、感謝してください。はやみん、ありがとう。クジラナイス。クジラの水族館見せてありがとう。モッピちゃん、ありがとう。あと、タッパありがとう。腹立つは俺が喋る隙がなかった。くっそ。はい、じゃあ感謝します。エビありがとう。おエビだけかい。うん。ラストじゃ。うい。タグ、ほんまに。本気出してんじゃねえか。いや、だからタイミングがね。いや違う、俺も別に俺は別にね聞かなくてよかったんだけど、節子っていうやつがね、うん、ちょっと聞いてほしかったみたいな。結構、うん、だからレイ様好かれてるってことっすよ。レイ様だから要はここで配信でその人のホストの名前が出るってことはかなり好かれてる。だからレイ様とコラボしてから、うん、レイ様の名前出るからさ、本当に好きなんですかネタなんですかって好かれてるっていうことよ。レイ様がいいことです。そういうことね。まあ、仕事やもんね。仕事でコラボしただけやから、そんなガチ恋になる可能性はそんなないよね。声が出ないな。な、急にどうした？なや、今の。いや、声が出ないんだって、配信しすぎて。いや、何を言おうとしとった、まず今。さあ、どうかなーって。どうかなー、さあ、どうかなーって言おうとね。声枯れすぎて何言うんだって。さあ、どうかなーって。どうしようも、ほんと、ガスガスすぎて声が出へんの。だからもう、喉飴とかさ、ちゃんと舐めてんの？あ、最近舐めてないよ。そう、忘れとったわ。うん。
世の中舐めとんじゃん。のど飴舐めて世の中舐めとん。なんないこの人。やかましいわ。やかましいわ。ああ。のど飴今の。まあ、私が本当にレイ様が好きかどうかっていうのは、私の配信を毎日来てれば分かります。私がどういう人かっていうの。それで、さっき言ってください。私からは言わないので。なるほど。パイナップルさん、レペゼント絡んでたからびっくりした。それな。いや、ほんまそれ。でも、うちのアキさんもレペゼント絡んでますよね。アキさん。どういうこと？なんで？お知り合いなんだと思いますよ、元から。アキさん別に配信者じゃないよね、リスナーだよね。配信者ではないけど、あの、まあ、顔が広いんじゃないですか。そうなん、アキさんすごい。歌舞伎友達。え、歌舞伎民ってさ、どういうことなん、その歌舞伎町でよく遊ばれてるってことなの、アキさんが。まあ、飲み友らしいね、飲み友。すごいんやね、アキさんって。めっちゃ友達になりてえわ、アキさんと。ダメです。私が友達です。で友達よ。恋人未満友達以上です、アキさんと私の関係は。あ、はい、そうなんですか。おやめて、キャンディーフォックスやめて、あ、キャンディークレイジーがやめて。飲みに戻る。トイスタイさん、ありがとうございます。いいよ、リエ。元気してくれ、リエ。また屋台ゴールの方が食べよう。ありがとう、チャンピオンナイス。おーおーおお。ありがとう。おー、はやみん、つえて。はやみん、飲みに戻っちゃうんだって。やだ。はやみん、本気出さなくていいぜ。キャンディークレイジーテニス楽しいよな。MZH もやめて、かけんといて、やめて、かけんといて、やめて、やめて。ポストにやこしたことある。AB をかけちゃえ、AB を。あ、待って、ダメだ、そんな。あります、あります、あります。リュークレイジーどうした？おい、プロソロで、怖いな。リエグレイス、片付けよ。リエグレイスにユリバ投げたのが懐かしいな。一週間前かな。さあ、MZH、美しい MZH、限りない MZH、はい、いいぞ、勝つぞ、さあ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 、マルとさ、どんな話をしたわけ？あー、なんか私、動画見してよ。私、実はあのファンクラブで、マルが入る前からレペゼンファンなんだよねって言った。そうなんや。だいぶ昔からファン。動画があるんだけど、全員と一緒に私がレペゼント、はいはいはい、これ見てって言って、私がさ、渋谷のさ、ライブ行った時にほら見てって、丸も映ってるでしょって言ったら、これ俺が初のライブした時だ、そうだよって言って。すご。すごいな。じゃあさ、パイナップルさ、けど、まあ、銀太が一押しっていう話やったけど、丸に会えてめっちゃ嬉しかったやろ。嬉しかったよ。嬉しかったけど、私がめちゃめちゃ好きだった時に会った時の方が興奮はしてるの。ああ、そういうことね。わかる、その、レペゼン熱じゃないけどさ、めっちゃほら、はいはいはい、私大好きな時ってこうだからさ。うん、踊ってない MZT じゃない。そうか。けどさ、今レペゼンさ、ちょっと下がったけど、また上がってきてるやん。令和の人だったってさ。あとはそれポキ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 、うん、あ、もちろん嬉しい、もちろん嬉しい嬉しい、うん、嬉しいけどね、まあ、やっぱ歌舞伎町にいたら何度か会ったこともあるの、言うて、まるさん、うんうん、あ、そうなんや、会ったんや、会ったことあるんですよ、そのライブ以外にも、へー、そうなんや、連絡取ってとかじゃないよ、連絡取ってとかじゃなくて、うんうん、会ったことあるんですよ、MZ、美しい MZH、まあ、あっちは覚えてないけど、そうだよね、はい、行くぞ行くぞ、みんなチャレンジ、観覧車見たいな、勝つぞ勝つぞ絶対勝つぞ、みんな本気出せ、 MZ バルマン勝つぞ、頼むラストバトル、いったいった、リエグレース肌感綺麗やな、ようやったリエ、リエ MZH バルマン、 MZH AB バルマン、よしリエサブアカやん、ありがとう、うわ髪型怖かった今やっぱリエ怖い怖い怖い、サトコさんですか、やめてください、怖いですから、うん、パイコさんですか、感謝しろ、もちろんリエ当たり前だ、うん、これで2対2かな、やったっけ、確かに、うん、じゃあ感謝します、はい、1位リエグレイズ、リエほんま美人やったな、また一緒に飯行って一緒に飲んで夜明かそうな、ユニバ投げた甲斐があったリエ、愛してるぜ、はい、そして、MZH もほんまありがとう、あれリエグレイスとリエでサブアカと本アカでやってるやん。どういうこと？サブアカと本アカで俺に投げてるやん。天才か。ありがとう、リエ。はい、そして AB もキャンディーもみんなまとめて結婚しようぜ。どうぞ。AB ありがとう。はい。
はやみん、ありがとうね。通りすがりのはやみん、ありがとう。もぴちゃんもありがとう。あとタップありがとう。うーん。2対2なんだっけ？はい？え、2対 2？ 多分2対2やと思う。ちょっとパイナップルジュース飲んでくるわ。ああ、ちょっとまあ適当にしといて、うん。ラスト1回だそうです。パイナップルジュースないからな、あの人んち。きっと。酒のせいでガラガラって思うじゃん、私。ね。歌舞伎町にいそうでしょ？酒のせいでガラガラって思ってでしょ？違うからね。確かに昨日はお酒飲んだし、二日酔いも朝してた。けど、酒焼けじゃないからね。配信焼けだからね。うん。ここ最近8時間とか10時間とか平気でやってたからね。うん。ね。で、配信やった後に、じゃあね、YouTube とかで、キャッキャキャッキャ声を出すやつをやってたら、まあ、こうなっちゃったよね。酒好きピ、お酒好きピ、お酒のなんか場が好きです。どっちかっていうと、お酒が好きっていうか、お酒の場が好きです。あと、まあ、ビールは好きですけどね。お酒の場が好きです。私、お酒そんな強くないです。楽しいのがいい。ね、楽しいのがいい。楽しいの大事。てか、私もトイレ行きたいんだけど、その晩。私もトイレ行きたいんやけど。さあ、皆さん画面タップしますよ。私のリスナーさん。その晩いないのに負けてるよ。私の方がタップ。皆さん、最低10タップ行きますよ。行ってきちゃう。行ってきた。もう誰が見るのこんな。誰が見るの誰なんで私、あ、行ってくるかも。その前にじゃあみんなで頑張ってちゃった。あれ消えたんだけど。あれお牛丸とブーブーしかいないやないかい。どこ行ったやん。びっくりした。どこ行ったやな。ほんまやな。どこ行ったやん。なんで二人ともおらんくなってんねん。はい、これ見ろ。これが20万のシャンパンだ。MZH バラムマ。おかえり、ただいま。入れ替わったな。エビバラムマ。君の名はか。入れ替わっちゃったな。MZH バラムマ。さあ、相手がいない時にリエクレイさ、バラムマ。ありがとう、エビバラムマ。トイレ、二人ともトイレ行ってるやん。行くぞ。これが、俺がおろしたシャンパンだ。50万ぐらい使っちゃったんだよな。さあ、今相手がいない時に投げるんだ、みんな。相手がいないとき、相手が油断しているときに行くんだ。いいか、残り20秒だ。ハマさん来ないから。いや、このタイミング、おー、MZ テンシ踊ってない、MZ テンシ知らない。エビ、にゃんにゃん、エビ、バラ、んま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 ん。よし、相手がいないうちに、やっと、あ、来た来た来た、今来たんか。MZ テンシ、あ、ちょ、なんで負けてんねん。行くべきで、行くべきで、行くべきで。エビさん、バラ、んま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 ん、なんで負けてんねん、俺が。おかしいやろ。2枚始まった。なんでおらんのよ。お、アキ今来んな。アキ今来んな。みんなナイス。なんでトイレ行ってる時に来んねん。モピちゃん、アキさんナイス。みんなスピシャルやるの。覚えてるかこれ。おい。これ20万のやつ。20万、もうすっからかんや。いいやないか。あ、飲んだんよ。ええや。あ、これはもう飲み終わってるやつ。まだあるけどね。お相手かわいい。まあな、かわいいかもな。生の方がかわいいよ。それは確かに。これまだ残ってんねん。ブーブーと牛丸のやつな。ああ、もう紹介始まってるやん。そう。え、俺シャンパン開けたことないんだよな。あ、じゃあ初？え？初？そう。初。まだこれも残ってる。ハッピーバースデーのやつ。おお。あ、そう、その 2.5 万のやつがめっちゃ余ってんのよ。もう誰か全部開けてくれんと。でもね、ノンアルコールなんですよ。で、ノンアルコールだけど、アルコール入れたい方は何かと混ぜてください。はい。そういうことね。お相手のとこ行っていい？いや、なんでやねん。負けるやん。おいで、おいで、おいで、おいで。そろばんのディスナー。そろばんのディスナー。おいで、そろばんのディスナー、俺。そろばんのディスナー。なんや、それ。こんばんは、しりちゃん。ごめん、生の方が可愛い。ありがとう。生の方が確かに可愛かったかもな。臨場感あった。臨場感あった。そう、顔めっちゃちっちゃいのよ。めっちゃ。あ、ほんと。そうやねん。角刈りになった。丸刈りになった。プリンスはぁ、あ、おこうやこれ、おめぇ。配信せえ、配信。いや、負けるやん。ありがとうございます。あ、プリンスこら、お前。俺、こないだプリンスこうやと対戦したとき、こいつな、飯食ってゲップしてトイレ行って戻ってきて、俺負けたわ。
私もトイレ行ったけど。ほんま涙出てんだけど俺。そうガチ恋ね、ガチ恋だわ。え？ガチ恋？うん。シャンパン。誰が？さあ10秒。パイナップルに？いや、うん、違う。決めないこ最後。決めてこ。熊さんやった。行くぞ行くぞ。プールパーティーで勝てる。プールパーティーで。みんな本気で。みんな本気で。頼む頼む頼む。ほっ、ちょっと、逃げ！キャー！逃げ！やったー、ナイス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 、MVP コウヤさん、ありがとう。コウヤ、こらや、お前、覚えとけ、次コラボしたら。アキさん、ありがとう。ありがとうね。マピちゃん、ありがとう。クマさん、ありがとう。パヤ、ありがとう。シェリー、ありがとう。ナーちゃん、ありがとう。コウヤにやられた。ありがとう。強み。ね、やった。強、コウヤさんが来たのはな、えぐいな。はい、感謝します。リエ、ありがとう。一緒に旅行できてよかったな。負けてごめんな。MZH もありがとう。もう二人とも最高だ。そして AB もエミもありがとう。ねえ、もう終わろうとしてんのか。フリコさんが来てくれて終わるんか。まあ別にいいけど。フリコさん、いいねだけでやりましょう。うん。俺んとこ来ないか。はい、フリコさんがいいねだけで終わらないっすよ。終わらないわな。そりゃフリコがいるときはな。終わりません。うん、みんないいねだけでいいぞ。こちらだけでは終わりません。うん、うん、そりゃそうだわな。うん、なんだ、プリコに疲れてんの？トリマ、トリマみんな画面タップして。え、プリコさんとは仲ええの？いや、なんかあの、あれよ。ライブ配信で出会う前からコラボはしたことあるよ。うん。うん。そうか、そうか。プリコさんも。リアルで会ったのは1回目だね。あ、一回、リアルで会ったのは1回しかない、言うて。ああ、そうなんだ。でも、配信結構、うん、あの、バトルとか、地味に、あの、戦うよ。この間の最後の戦い、いい勝負やったのよ。それこそ、アキさん頑張ってくれて。はい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 。そうなんや。アキさんともう一人の女の子は頑張ってくれたんだけど、そのもう一人の頑張ってくれた女の子と昨日会ったのよ。しかも、モデレーターじゃないよ。トリアシちゃんじゃないよ。なんて方？あ、言っても分からんすよ、バウマ。いや、そんなことねえよ。言ってみろ、分からん、分からん。鳥足ちゃんもりょんちゃんも覚えてるわ。言ってみろ、一応。なあ、なあ、なあちゃん。あ、知りません、すいませんでした。分かんないっすよね、うん。分かんないっすよね。分かんないっすよ。うん、ああ。分かるわけねえだろ。うん。と、あったのに。その子もね、シャンパン入れてくれたの、昨日。ああ、やっぱ、優しい。どうなの？その TikTokからのお客さんが一番多いわけ？あ、ライブ？ TikTok のライブからのお客さんってこと？あ、そうやな、うんうん、あ、TikTok の動画もしっかり、ライブもしっかり、まあ、TikTok 全体で、まあ、その実際にあのお客として店に来てくれる人、うん、あの方が多かったね、今回。え、その TikTok 以外でのその応援してくれるお客さんってどういうお客さんなの？いや、全部 TikTok が好きで、私の、だって告知がね、うん、TikTok ライブとインスタだから、私のインスタをなんでフォローしているかっていうと、私のキャラが好きで。そうやな。あ、だからやっぱ結局 TikTok から全員入ってきてるかなっていう。そうだね。だから、うん、TikTok ありきですね。そうやな。TikTok 様々やな。パイナップルさんってどこで働いてるんですか？バーですか？いや、違うよね。あの、基本はそういう、やってないです。あの、ドーナツパク、美味しいな。ゲスト出勤っていう形で、うん、年に何回かっていうか、そんな感じで働いてるだけで。うんうんうん。まあ、一番なんか楽というか、楽しいよね、それ。毎回違う店舗に行って。あ、そうよ。だから私が毎回キャバ嬢だったら、みんな来ないでしょって話。確かにな。ち、う、ぃ、ん、私がい、SNS おろそかになるやん。うん。なんか、その、いつでも会えるというよりか、やっぱ、そのね、期間限定でこの時しか会えないってなった方が会いに行こうってなるもんな。うん。うん、で別に困ってないからさ、別に。困ってないというのは。だから、なんていうのかな。私は、だから例えば SNS で、なんかこうお金に困ってて、その両方するとかなら分かるんだけど。うん、うん、うん。困ってないから。だし、うん、なんか私はもう夜に、一回染まったから、染まって辞めた人間がまたやるのってちょっと違う。うん。そうなんや。またもう辞めてるからね、うん、夜を一回もう、完璧にやってるから、ね、それでまたやりたいとは思わないかな。そういうことか。やっぱりもう TikTok ライブが一番楽しい。そしたら。
あと、撮影が今楽しい。YouTube 撮影とか楽しい。そうか、撮影。そうやな。インフルエンサーみたいなことやってるもんな。うん。うん、見てるだけで癒し。嬉しい。ありがとう。うん、あれ、みんな寝てるの。パンマつけてね、リサちゃん。バトルをみんな。してるってことを忘れてはいけないということを言っておこう。43秒だと。うん。また語ってる時に誰も投げへんパターンや、これ。やっぱスピチャレがないからか。スピチャレないとな、みんなもう寝てやそうだね、もうなんかね、スピチャレない。うん。3倍の60秒あったら盛り上がるのにな。さあ、残り25秒。3倍の60秒は60秒で、投げってなるからね、多分。ああ、そうかそうか。やばいぞ。プリンス荒野ももうおらんぞ、これは。いや、最初からいなかったよ。割ともうすぐパッと。あ、そうか。すぐ来て、すぐ帰る感じね。行くぞ、うん、本気出せ。最後は絶対俺が勝つ。最後は俺が勝つ。頼む、頼む。みんな、お願い。マジで、マジで。わー、無絶対心魔法だつ来たー、いけるか、いったいった。いくわーさあ、行く、キャッピーン。まあ、プリコいなかったらこうなりますね。MMM。うん。ほな、感謝します。うん。はい、1位、MZH。ほんまにありがとうな。結婚しようぜ。まあ、ありがとう。またな。はい、どうぞ。はい。なあちゃん、ありがとう。もぴちゃん、ありがとう。あと、タッパ、ありがとう。負けた。まあ。なんか、小学生みたいだな。なんか、幼くなったね。それ言われたわ。こうやってみ、こうやってみ、ちょっとドアップにしてみん、自分。なんか、どっちなんか、じゃあ普通に口閉じてみんよ。さっきなんか幼く見えたんだよ。なんかちょっとそれちゃうな。幼く見えるときとそうでないときがあるね。お母さんですか、じゃあ、なんて言ってよってそうとかも言われたよ、今日。うん。あ、コイン足りなかった。あきさんももういなくなっちゃったの？いや、いるけどコイン足りなかったって。え？あ、使い切っちゃったの？あ、そう。あの、アキさんが。追加してないんじゃない？チャージしてなかったんじゃない？仕方ないな。うん。キリアさん、ありがとうございました。また来るねって、何時もありがとうとおやすみなさい。リサちゃんね。はい、ありがとう、おやすみ。うん。じゃあ、今日は終わっとくか？また、はい、お願いします、また。こちらこそだ。はい、失礼します。バイバイ。はい、お疲れ様でした。